こんにちは、ヤスです。今回は息抜きにおすすめの作曲をご紹介します。どういうことかというと、まあ、今回の対象としてはですね、作曲はまだこう不慣れな方、初心者の方に向けてなんですが、まあ、誰しも通る道ですけれども、最初はとにかくこう綺麗に曲を作りに行こうとしますよね。で、ある程度慣れてきて曲が綺麗に作れるようになってくると、そこからあえて崩すっていうことをやりますよね、うん、でまだその崩すっていうところまではいかない段階の方、とにかく綺麗に作り上げることでもう一生懸命それで精一杯っていう段階の方に向けてなんですが、そういう時ってすごく疲れると思うんですよ。一曲作るのにものすごく疲れます。僕も通ってきた道でものすごい疲労なんだよね。もうちょっとこう心身ともにもうバテるっていう、一曲作るだけで疲労困憊という感じになってしまうので、そういう作曲ばっかりやってるとやっぱ疲れちゃうっていうのもあるので、その息抜き、お休みとしてある作曲をすると、作曲のお休みに作曲するっていう、そのための息抜きの作曲なんですが、主に疲れちゃう理由っていうのは、その倍音操作が思うように、まあ、スムーズにできないと、まあ、縦の積み重ねから各声部がこう綺麗に流れていくとかね、そういうところで主に疲れてしまうと思うんですけれども、なのでそこからちょっと距離を置いた音楽を作りましょう。休んじゃうって言って本当に普段何もしない作曲から離れちゃうと、ちょっと頭がそっちからどんどん離れて退化してっちゃうから、なので息抜きでも作曲すると。で、例えばね、こういう和声的なもの、まあ、こういう感じのね、例えばもう上も下もなんか中もぐよ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 動いてるようなものを作る、もうとにかくこう作る場合それだけで疲れちゃうみたいなのがあると思うので、これこういうのから距離を置いて、例えばですね、例えばおすすめなんですが、アカペラ、アカペラもの、もうライン1本でいいですよ。メロディーライン1本でいいんで、まあ例えばそこにコードを振っていく場合、うまく流れてなかったとしても、まあアカペラならなんとか通ったりするわけですよ。聞けたりするので、例えばね、こういうアカペラ。大合唱。はい、みたいなね、まあちょっとこれ労働者的な音楽を作ったんですけど、こういった感じで、まあラインがもう1本でそれみんなで歌おうぜみたいなね、そういう感じの曲を作るとすごく気楽で楽しいと思います。スラスラスラっとなんかラインだけ1本できちゃえば、もうあとは、レコーディングなり、まあ打ち込みやるんだったらね、クワイア系の音源でやるなりなんなりで、ということでそれで完成と、あとまあ他にもう気にすることないので、サクッとね、楽しく作れると思います。で、次なんですけれども、そうだね、これ、打楽器系のね曲がいいかなと思います。例えばあ手拍子とかね、
まあ、手拍子に適当に打楽器、これ打ち込みでも何でもいいです、生でもね。とあとまあ自分のこう掛け声とか、みたいな感じのものが一つで、あとはその一応音程はある楽器なんだけど、基本2音しかない楽器ってあるんですよ。それを使うといい、結構いいと思います。例えばね、あのビヨンビヨンって聞こえるやつです。ビョン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 とこの2音しかないのね。裏に打ち込みでリズムを入れてこういう風にね、ドンディンドンドンディンドンドンディンって、このドンディンの2種類しかないんですよ基本。で、まあ、これは例えばブラジルの、まあ、民族楽器でビリンバウっていうやつなんですけれども、これ音源もあるので、ね、ミュールトーンとかね、まあ、ブラジルの楽器の、音源メーカーとかね、あとなんだっけ、インパクトサウンドワークスじゃないな、エイトディオでも出てたかな確かあのビリンバウの音源ってあったので、だからそういうのを使ってあのドゥン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 、いかに2音でこうリズミックに聞かせるかっていうね、あの退屈させずに聞かせるかっていう、まあ、だからそういうまあゲームをすればいいわけですよ、うん、と、まあ、打楽器と、まあ、打楽器も、うん、できればまあピッチは合わせた方が楽しいかなと思うけど、まあ、ぶっちゃけ現地でそんなことやるときって、まあ、大して合ってないんだよね。ていうか汚ねえんですけどあの現地で聞くとね、このねビリンバウの演奏ももうみんなピッチなんか合ってないから、もうぐっちゃぐちゃなんですよ、うん、もうなんかひたすらノイズが鳴ってるだけみたいにしか聞こえないんですけど、まあそれは生で聞くと、生で聞く楽し、生で体感する楽しさのため の、 あの鑑賞用の音楽ではないので、まあ、それをね鑑賞用まで昇華させたみたいな、まあ、そういったのもありますけれども、基本的にはそういうものじゃないので、もうみんなぐっちゃぐちゃなんだよね。で、まあ、だからこういうその2音、音数の限られた楽器を使う、うん、でと、まあ、あと打楽器と組み合わせたりね、あそのまあボディーパーカッションなり自分の掛け声なりね、なのでもこうやって十分音楽としてまあ成立するので、うん、こういうのはまた一つおすすめですね。ほんで、あとね、ベースで、ベースほぼソロみたいな曲、例えばね、こういう、わかります？こう悪いやつらがなんか悪だくみしてるところのシーンとかさ、ちょっとこう事件が起きてこう状況を把握するようなとか、ちょっと敵の本拠地を目の前にしてるみたいなとか、これなんか怪しい感じの音楽がかかるじゃないですか。これならなんかもうコードとか気にしなくていいから、なんか怪しい感じのベースをラインを作ればいいだけなので、すごく楽しいですよ。
で、これはエレキベースだったりもするし、あとはまあダブルベースだったりもします。ちょっとシネマティック系ね。あとはシンセだったり、何でやっても成立するので、まあ、こういう一つのラインゴリゴリ押してくる、それだけでなんか雰囲気出すようなものっていうのは一つおすすめですね。なんかこうミステリーとかサスペンスとか、まあ、そういうのでこうちょっとこう流れそうな感じの雰囲気のやつね。で、最後なんですが、まあ皆さんちょっと童心に帰って曲を作るといいなっていうのがこんな感じです。という感じのものでね、何が童心に帰れなのかというとですね、この笛ですね、笛の音、これね、これ小学校の時に使ってたリコーダーです。リコーダーって低音を出すほどさ、裏返りやすいじゃないですか。でもう裏返しちゃうんですよ。で、子供の頃みんなふざけてピーピーピーとかってやってたじゃないですか。あれやってるだけなんですけど、で、まあ女子はやらないかな。男子なんか登下校中にピー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 ね、遊びながら帰ってたりとかする方はみんなある、そういう思い出あると思いますけれども、そのわざと裏返させるっていうね、感じで、なんか例えばこうやって三味線と組み合わせるだけでなんか和風っぽいよね。これ言われないとさ、リコーダーって多分わかる人まあまあいないと思うんですよ。なんか和楽器かなみたいなね。なんか笛吹いてんのかなみたいなね。で、なので、で、これね、バックはまあ三味線じゃなくてもいいですけれども、まあ三味線の音源あればいいですけれども、例えばね、1度5度4度ぐらいの関係の音程で適当にギャリ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 鳴らしてればいいんですよ。で、それを下地にして、あと適当にピーヒャラピーヒャラ吹いてればいいんで、その適当っていうのは音合わせなくていいです。もうこれね、効果音的に使ってるだけなので。楽器は使うんだけれども、音階を意識するんじゃなくて、もう効果音的に使う。もう楽譜に書くと線、雅楽のね、雅楽の聞き取りみたいだけですけど、もう楽譜にこう線でうにょ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 書くみたいなね、状態になるような、もう吹き方、音の出し方でやればいい。なんかもう侍か忍者が一騎打ちしてるみたいな情景浮かんでくるじゃないですか。要はまあこれで一つのサウンドとしては成立するわけですよ。なので、まあちょっとそういう和声的なね、疲れちゃうところから距離を置いたような感じでピーヒャラピーヒャラ吹いて、効果音的に笛を吹くというのでも、こうやって音楽としては成立してくるっていうものがありますので、こういうところですね。ちょっとその距離を置いてるところ、普段自分が一番疲れちゃうんだよねっていう、その倍音操作の部分からちょっとこう距離を置いた音楽っていうものを息抜きの作曲として利用するっていうのはすごくおすすめなので、もう毎回しんどくて疲れちゃうなっていう方はですね、作曲から遠のいて本当に休んじゃうのはあんまりおすすめしないので。作ることに頭がこう慣れなくなってきちゃうからね。なので、まあ
そういう時の息抜きの作曲というので、こういうのおすすめですので、ぜひ、やってみてください。ということで、よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではご覧いただきありがとうございました。ヤスでした。なんか関東梅雨入りみたいですね。ではまた。